クラブ G をご覧の皆さん、ディオラです。ディオラで です。ディオラボーカルのヨカです。ギターのケイです。ベースの翔也です。はい、2月3月、2013年2月3月何の月か知ってますか？はい、具体的になんと、ディオラのニューシングルホワイトネスが出ます。そして3月にはミニアルバムリボーンが発売します。イエーイ。もうね、全力ですよ。2012年からこうね、走ってきて、はい、まだ行くのかと。2013年、まだまだ行くさ、そりゃまだまだ2012年、こんなんじゃないだろう。お前は1年増えたんですよ、2012年。そのプラス1。みんな一番年上だね。大丈夫かよ。ないわ。でもあれ、これを撮ってる今がさ、まあ、正確な詳しい日時とか言わないけどさ、リボンは乗ってきない。でもほら、曲は全部揃ってる。出揃ってる。出揃ってる。あと構想もバッチリできてるし、それをいかにね、そう、形にしていくかっていうこと。もうね、あのホワイトネスさんも実はレコーディングが終わってて、PV も撮り終わってるんですけど、本当にもうこれ、ディオラってこんなバンドなの？でしょ？っていう人と、だってあれじゃん、ね、衣装とかもさ、うん、普段は着ないようなやつない？まあそうだよ、うん、私服の延長線上だよ。あれでいるよね、うん、なんか待ってもらった。よかったでしょ？よかったよ。いや、なんかその、だからこういうバンドだからこういう曲しかやっちゃいけませんよ、ね、そんなさ、くだらないとかって暇ないんですか、私たち。どん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 飛び込んできたらです。そう、あれ振り幅がこう、いや、もうガンガンの、だからこう振り幅を測る契機があるじゃない、うん、こういう機械は、うん、壊れてるんだよ。俺はもうここら辺からまた戻ってくるっていうくらいのやつが好きなんです。だから要はホワイトネスは一回ここ壊れて一回こっちに日本で戻ってくるっていう、それがディオーラの作品作りなんですね、うん、本当にホワイトネスっていう作品を作ったのはディオーラと実は大きくて、結構ね、これはあの2012年の年末、クレの方から作ってて、まあ、当初は、ね、こういう曲できましたよっていうところだったんだけど、あえて、ね、2013年ってやっぱり2013年一発目にディオラがどう出るかっていうのは絶対に自分としてもやっぱり気になるところだし、どう出るんだろうって思われてるところだと思うから、あえてそこで本当に今までのディオラだと絶対にやらないよ、やれなかったようなことをもうあえてやってしまう。だからこその3月に発売するミニアルバムリボーンという作品がとてもかなり鍵になってて、そのリボーンの展望がもう見えたからこそホワイトネスでかなり振り切れたというところがある、うん、そのだから2枚の作品をこう並べるとすごい面白い。まあ、ディオールちょっと器用になったなと思うんじゃないですか、うん、リボーンの話はね、ちょっと結構前からね話してた、話してたこういう感じに今回そう結構、まあ、割とディオラの核の部分っていうものが本当についてるので、何よりちゃんと歌がメロディーがあって、世界観があって、ストーリーがあって、だからジャケットのね、あのデザインとかもすごいこだわってるんだと、いつもこだわってるんですけど、リボンってあの ABC タイプだから、もうどれも実はストーリーがあるんですよ。これはまあ発売してからお話ししようかなと思ってるんですけど、そういうところも本当に楽しみにしながら、ディオラの作品と触れ合っていただければいいなと思っております。どの曲がホワイトですからリボンを通して、あ、でもね、意外とリボンやっぱ、ね、タイトル曲が、まあ、ね、結構もうズバッと、あ、ズバッときた、ね、ズバッときた感があるから、うん、あれはちょっと、ね、もっとこうライブとかを育ててほしいかなと思って。ケイさんの曲、結構乗り難しい。シュワさん、僕ホワイトネスですかね、意外と。なんかやっぱこの季節はね、ぜひ行きたいなという。寒い日にさ、寒いなって終わるでしょ。そうです、聞いてると、なんかね、若い日もあるさ。あ、わかる。若かりしく、うん、なんか、ね、もう淡い感じの、これ態度ですね。態度。PV にもあったけど、あの、結構エグい感じ。エグいね。でも曲自体3分になるっていうか、スピードが。ね、そうだよね。結構やりたかったことを思いっきりやらせてもらった作品なんだよね。それぞれの、
感じ方で受け止めてもらえたらいいなと思います。では2月発売のホワイトで3月発売のリボンともによろしくお願いします。お願いします。以上、ディオラでした。